英語を語順のまま理解するためにする一つのこと英語のリスニングがわからないリーディングも遅いこんな人今日の動画は絶対に見てくださいこの動画ではサイトトランスレーションという技法を使って英語を語順のままに理解するコツを身につけてもらうことができます今日はね皆さんが特に困る不定詞や関係詞、接続詞なんかの扱いについてもお話をしますよ Hello，ゲオアラングエッチオンライン講師の右半身です。このチャンネルはついついクソ真面目になって勉強してしまう英語を、巷にあふれるクスクスゲラゲラ笑える投稿記事を使いながら、楽しく真面目に勉強するチャンネルです。チャンネル登録をよろしくお願いしますね。さて、本題です。英語のリスニングやリーディングが苦手な人ってね、つまり英語の処理速度が遅いんですよね。 だから英語の語順でパッと理解したいなって思うんですよね英語を語順のまま理解するにはこの一つのことをしてみましょう文を意味の塊で区切るということをしていきます例えばね今言った文を意味の塊で区切るということをしていきますっていうこういう文章だったらねこんな感じになるんですよ文を意味の塊で区切るということをしていきますこんな感じですね あの言語っていうのはねどれも同じだと思うんですけども意味の塊があるんですこれが意味が塊になってこれがその次の意味の塊が続いてきてっていうこれがまあ連綿と続いていくわけですよねこれをね英語でしていけばいいんですね英語と日本語は言語体系が違うので困るポイントが出てくるんですよねそれがねつなぐ言葉です不定詞や関係詞、接続詞、時々副詞などですね 今日は実際の英文を使いながらこのつなぐ言葉の扱いについて覚えていきますよ。はい、ということでこちらが本日のお題です。今日はねヘンペクト・ホーさんからの Twitter 投稿ですね。さあ、えー、原文こんな感じで、ね、表示しています。まずね意味の塊で読んでいくっていうことはパッと文英文見てねどこで聞いたらいいかなってちょっと考えてみてくださいね。そうすると my wife wanted これぐらいでねまず仕事同士ぐらいで切ったらいいと思うんですよねさあ見てみましょう俺の嫁さんはしたかったんだっていうね意味になりますよねでそうしたら次に「to climb the tree」っていう部分があるんですけどもこの、ね「to」っていうのがつなぐ言葉なんですよねでどういうふうにつなぐのかって言ったら 何をしたかったのかというとっていうつなぎ言葉なんですねあんまり慣れないかもしれない wanted to climb なんてそのままで覚えてたかもしれないんですけどもこういう意味合いがあるんだよっていうことを意識してみてくださいねそして climb the tree なので意味は木を登ることがしたかったんだよっていうことですね、まあ、こういう構成になってるんですね英語っていうのはねでところでなんですけれども My climb wife wanted to climb the tree to、ね、この文章は英語には、ね、大きなルールがありましてこういうことなんです、えー、主語1個動詞1個っていうこういうルールなんですね中学校の時に英語の文っていうのは必ず主語と動詞がつきますよっていうのを、ね、皆さん、ね、学ばれたかとは思うんですけどもこれに、ね、ちょっと追加で足してほしい情報ですね主語が1個動詞が1個なんですよで例えば My wife さん wanted to climb the tree って言ってつなぐ言葉をなくした状態でねまいろいろこういう文章を書いてみますそしたらねちょっと意味がわからないんだよね私の妻とさんなのか私との私の妻のさんなのかねそれから wanted to climb クライムが欲しかったのか登りたかったのかこういうので悩んじゃうんですよねなのでこの my wife さん Wanted to climb これだったらもう主語2個、動詞2個、英語の文章でこういうやっちゃいけないっていうねこのルールを破った形になってしまうんですね。で、これを直すんですけども、そしたら、my wife and son wanted to climb the tree っていうふうに、こんな感じですね。 my wife さんここはエンドでつなぎますそして wanted to climb to でつなぎますこれがねつなぎの言葉なんですよねこうすることによって主語1個動詞1個このルールを保つことができるっていうね、まあ、このルールね知っといたらいろんなところで役に立つのでね是非覚えておいてくださいねさあそして、えー、先ほどの my climb wife wanted to climb the tree to この文章の続きねやっていきますよ「in our front yard」ですね意味わかるかなちょっと考えてみてね はい、意味はえうちの表の庭でねっていうことですねフロントヤードがあるので裏庭はバックヤードになるよねそうねもうなんか海外の家って土地が広いから前の庭と後ろの庭も両方ある家が多いんだよねさあさあさあそして続きやっていきますよそしたらその次にまたね「トゥ」っていうつなぐ言葉が入ってますよねこの to「to 意味合い分かりますかねこれはね 目的を表すんですよね。なのでその目的はというとっていう風な訳し方をしておいたらいいかなと思います。確かにね「to」っていう短い単語に対してその目的はというとって言ったらすごい長い感じがするんですけども最初のうちは、ね、練習のつもりでやってみてください。そうすると文章を読む時に結構戻って訳す、ね、ことが多いと思うんですけどそれが、ね、少なくなっていくんですよね。さあということで「to」の後は「hang Christmas lights」なので意味はちょっと考えてね。 はい答えはクリスマスの電飾をかけるためにねということですねはいさあそして続きいきましょう But このつなぎ言葉はね簡単だからすぐいけますよねそして My toddler cried 意味は考えてねはい答えは けどうちのちびっこが泣いてですね。トッドラ知ってる人いるかなこれはね、えー、幼児の意味になりますよね。よちよち歩きの幼児のことです。トッドっていう、この音がね、よちよちみたいな雰囲気にトッドトッドって言ったらね、感じますよね。これでトッドラ、よちよち歩きの幼児っていう風に覚えてもらったらいいと思います。泣いて、and そして begged her ですね。この意味ははい。これはお母さんに。 コタっつったらあれなんでセガンダにしましょうかねセガンダンダですねさあその続きいきますよ Not to so that she wouldn't get hurt こういう文章が続きますさあこれどこで切ったらいいか分かります考えてねはい答えはね一番最初の Not to で切るんですよ意味合いは 答えは、ね、何々しないいようにっていうにことですこの場合はさっきの前文のところからいうところの木登りをしないようにせがんだっていうことなんですよねはいじゃあ続きいきましょうこれでまた続きに「SO THAT」っいうつなぐ言葉が入ってますさあこれの意味考えてみてねはい答えは「 ととととある目的でで何かいいううっていうことですね「えー、That」は原文では書いてないんですけど実際はこれね「That」の省略になりますからここであの付け足しています。で「So that」「So that」公文って聞いたことありますよね。これねよく使うんですよね。でこれは目的を表します。 でこの目的を表すっていう相座と公文は、ね、別で、ね、あの動画でまとめてますので概要欄のところに貼っておきますので、ね、ぜひ皆さん、そこをクリックして相、ね、座との練習もしてみてくださいね。ねさあということでどんな目的かっていうと She get hurt get wouldn't なんですよねこれははは意味は、はい答えはお母さんが怪我をしないっていう目的のためということですね。ね 日本語ってねお母さんって一回言い出したらお母さんお母さんって文章の中でも何回もお母さんって言うんでその英語で「she」っていうふうになったら代名詞が誰のことかっていうのを、ね、意識するのが苦手な人がいるかもしれないですねさあそして続きいきましょう「It was a warm caring moment that、showed. s h o w d ここら辺ですねどこで切るか考えてみてねはい、えー、これはね、まあ、短く切るんであれば「It was」これで切っ いいいと思いますで、えー、それはねって訳しましたがここはねそれはこういう状態でしたっていう風に訳すのが一番長くて気持ちいい役ではあります。B 動詞っていうのは何々の状態だっていう意味になりますよそして「warm caring moment」これの意味考えてみてねはい意味は「温かくて思いやりのある瞬間だった」っていうことですね。 ね、お母さんがキーを登ろうとして、で子供がもう大泣きしてお母さん危ないからやめてちょうだいって言ってくれてるんですよね。優しいね、もうすごくあの素敵な瞬間ですよね。さあ、そしてその続きでまた that つなぐ言葉があります。これ意味考えてみてね。はい、これは。 どんな瞬間かというとうですねもうこのねつなぐ言葉っていうのは「何々かというと」とかね「どんな何々かというと」とかいう感じで訳すのが一番分かりやすくなりますね。そして「showed」これは「見せた」になります。このモーメントの説明のことですよね。そして続きいきますよ。これは「どれくらい?」「she loves her mom」意味は はい、娘がお母さんを愛していたかっていうことですよね。She loves。娘が愛していたか Her、mom. 彼女っここ娘のお母さんをっていうことですねこれだいぶ語順に忠実に訳しているので、まあ、このまま理解できると一番いいんですけれども長く、えー、塊を切りたいっていう人は How much she loves her mom she her ここまででねパッと理解できるんであればこのままでもいいですどれくらい彼女がお母さんのことを愛していたかっていうのを、まあ、あの見せたそういう瞬間でしたよっていうことだねさあそして moments later 意味ははい そして、she suggested これの意味分かるかなはい、これはね、彼女は提案したですね。そして、that ですね。これもね原文では省略されてるんですけど、ここを表示しています。つなぐ言葉ですね。意味分かるかなはい、何を提案したのかというとですね。そして次は、 I should climb the tree instead. この部分ですね。どこで切ったらいいかなはい。I should climb the tree。ここら辺ぐらいまで、ね、切ったらいいと思います。意味は僕が木を登るべきだと。そして最後に instead. 代わりりににっていう文章になりますねえここのね、She that I climb the tree こういうのがね、古の文章になります。括弧内はね、本文で省略されてるんですけど、これよく使う公文ですね。で、えっ、ー、と、しゅうっ何々するべきだということですね。 I climb the tree instead. こういう文章になるんですよ、元の文章は。で、本当によく使います。これね、トイックのテストなんかでもよく出てくるね、公文なのでね、覚えておいてもらったらいいかなと思います。っていうことはよ、えー、ギャンギャンないと、お母さん危ないからやめてって言ってた子供が、代わりにお父さんが登ればいいじゃないって言って。 あの提案したっていうことですよね、まあ、お父さんだったら登れるって思ったのかもしれないけれどもお父さんの気持ちのこの文章としてはなんかすごいそんなに危ないことは俺だったらいいのかよみたいなそういう気持ちのこもった文章ですねなんかちょっと可愛らしいですよねさあということで、えー、もう一回文章を頭からお尻までね読み直してみたいと思いますリスニング楽しみたい人は楽しんでください一緒に読みたい人はシャドーイングなんかしてもらったらいいかと思いますじゃあいきますよ3 two. one. My wife wanted to climb the tree in our front yard to hang Christmas lights, but my toddler cried and begged her not to, so she wouldn't get hurt. It was a warm, caring moment that showed how much she loves her mom. Moments later she suggested I climb the tree instead. ですね、<laughs> なんかすごいほっこりする文章ですよね冬のねクリスマスツリーを飾るそういう場面ですねこんなんが頭の中で画像とか映像でね浮かべられたらかっこいいですね。さあとということで お疲れ様でででししした。たいかがでしたでしょうか。がょう日本語と英語は、ね、語順がかなり違う言語なんだけれどもサイトトランスレーションを使って英語の語順のまま意味を理解してみると意外と、ね、そんなに違和感なく読むことができましたよね。サイトトランスレーションはこう当チャンネルで、ね、再生リスト化してるんですよ。で今の時点でだいたい150本以上は、ね、ありますね。 チャンネルページからね再生リストに飛んでサイトトランスレーションです。たくさん楽しんでください。お話もすごい楽しいやつばっかり選んでます。英語を学習するすべての皆さん、いつも頑張ってますね。英語を話せるようになるとね、世界も広がるし嬉しいことばっかりです。英語がね話せるって楽しいなと思っていただくために、ゲララングエーションラインではこれからもくだらなくてためになる英語のレッスン動画をアップし続けていきますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。 隙間時間でできる英語の学習アプリサイトラができました英語の語順感覚を身につけて英語のを鍛えるサイトトランスレーションを今なら30レッスン分無料で学習することができますサイトラアプリで検索するかこの動画の概要欄のリンクをクリックしてダウンロードしてくださいね OK Thank you very much for watching our lesson See you in our next video Bye for now <laughs>